はい、どうもことです。じゃあ今回はミセスグリーンアップルのインフェルノの解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングでいけます。じゃあ早速イントロからやっていきます。はい、ここなんですけども、基本的に全部オクターブ奏法ですね。前半ほとんどスライドで繋いでるので、まあ極端にやると、で2周目の、どんどん上昇していくところがちょっと難しいんですけど、最後ここ19フレットまでいきます。じゃあちょっと一回、タブ札しながらゆっくり弾きます。はい、こんな感じです。じゃあ次 A メロいきます。はい、ここはミュート、ブリッジミュートの、全部アルペジオですね。この右手の主張の部分をここのブリッジで当てながら、で1弦ずつ弾いてます。はい、これ結構 BPM 早いんで、ちょっと難しいうちはゆっくりテンポ落としてから練習する方がいいと思います。これ右手が結構難しいので、まあ、オルタネイトの練習になるのでおすすめです。じゃあタブ札しながらゆっくり弾いていきます。はい、じゃあ次 B メロいきます。はい、ここはパワーコードですね。白玉で簡単なので下にタブ札しながら弾きます。はい、じゃあ最後サビいきます。はい、サビも全部パワーコードですね。ちょっと進行が複雑なので、ゆっくり弾きます。はい、じゃあ最後右手のストロークなんですけど、こんな感じでずっとオルタネイトで弾いてます。はい、じゃあ今回こんな感じで終わります。よかったら下の概要欄に僕の音楽ブログと各種 SNS 貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。あとぜひ最後にチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。